みなさん、こんにちは。フロマスクです。今回は Steam で新たに発売されたこちらの r b ックスナイトセキュリティに挑戦していきたいと思います。はい。ということで、こちら2023年5月9日に発売されたまだ早期アクセスのゲームですね。ストアページ情報によると、 ホラー型のウォーキングシミュレーターなのかな一応舞台はドイツのベルリンのどうやら廃工場みたいですね。そこで働く夜間警備員として働く学生が主人公なのかな残念ながら日本語には対応してないんですが早速どんなゲームなのかプレイしてみましょう。 よし、じゃあやっていきましょうか。チャプターごとに分かれてんのかなあー、Day1 から a y X? Day1 行ってみましょうか。はい。イントロ。カメラ映像。監視カメラの映像ですかね。パトカーが止まってる。そうか、警備員だから管理室から見てるような感じなのか。すごい。 実写みたいな感じだなほうここはどこきましたねこれはあーミートなにこれあなんか調理しようとしてるおにをあ <laughs> やたらリアルですねなにこれああなにこれ 何の肉おー何だったんだこれは列車ですね。今のは主人公じゃないのか。あー、1993年なんですね。学生なのか。主人公の生い立ちというか、あれかな うん。ああ、お、仕事を見つけた。な工場で、警備員として働くってことですよね。うん。さっきの肉は何だったの <laughs> かなり不気味な感じですね。 おー、綺麗。グラフィックめちゃくちゃ綺麗だな。実写みたい。ほう。あー、なんか重機も置いてありますね。いや、相当ボロボロだけど、ここを警備すんのあ、すごいすごい。めちゃくちゃ綺麗。 はい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 あそこが管理室そこで監視かあーめちゃくちゃ綺麗ですねほんと実写みたいおこれは動かせんああ来たうんあセキュリティカメラとかあるけどセキュリティカメラがなんかうん ダーブルであー、なるほど。あー、カメラのあれが切り替え可能ですね。これはカメラ2。あれ誰かいますよ、カメラ3。なんか地元の不良かな <laughs>。門の前いますね。カメラ4。これはカメラ1。なるほど。 こっち側のモニターつかないんだ。43分。あなってた。あー、ワークノート。はいはい。8時、夜8時にパトロールしたのかな。うーん。あー、go to the p o l カメラの電源もオンオフができんのか。ああ、ブレーカーとかあるわけですね。今のところはカメラ大丈夫ってことですよね。ああ、フラッシュライトはあ、ここに地図が載ってる。カメラの場所と、なるほど。 ああ、これで開かない。ああ、古いラジオ。あ、なんか引き出しに入ってるかも。あ、これか、ID。ID ゲットですね。開かないぞ、これ。あ、時間はバンバン過ぎてるな。なんか、門の前にいるけど、 あれはいいのこれでもう出れんのかなあ、ライトす、あ、ライトつきましたね。なるほど。これでライトをつけて、これは何うーん、なんかパスワード入れるといいのか。まず出てみましょうか。あー、セキュリティカード、はい。なんかいたけど。わー、すごいな。 めちゃくちゃリアル。雰囲気あるなぁ。なんのための警備なのかよくわかんないですよね。あー、はい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 。解体作業中なのか、重機が置いてあるってことは。で、これが、カメラの電源。これ誰でもオンオフできちゃいますよね。とりあえずなんか人がいたから見に行ってみるか。いいですね。 あ、なんか逃げてる逃げてる。ドアどっかったあ、なんか拾ってけん。なんかどっか行っちゃいましたね。あ、なんかそこにある。これ時間経過があるのか。ガスボトルですね。とりあえずさっきの人が集まってたところ行ってみましょうか。何やってたんだろう。 なんか一応警備員だからこっちの姿見てどっか逃げたのか。でなんかいろいろアイテム拾えそうですね。あ、そこ入れるぞ。フラッシュライト欲しいけど。暗いな。あー、トーチカッターインザ。コンテナから、あー、なるほど。 コンテナにいろいろ入れろって書いてある。どのコンテナに入れるんだろう。ガスボトルとか、そういうのをコンテナに入れるお仕事みたいですね。トーチカッターとか、どこにあるんだろう。ガスボトルは1個あったけど、あー、そこにいっぱいあります、ね。あ、そのコンテナかななるほど。 これですよね。ガスボトルあ。右クリックで持って、ここに置いとけばいいのああ、これでいいみたいですね。うーん。デモリッシュ解体作業中みたいですね。やっぱり。これ、フラッシュライトはないのかな夜になんないとゲットできないのか。暗いですよね。まあいいや、明るいうちに。あ、これかなトーチカッター。 お仕事すするみたいですねなんかすごいなってるけど <laughs> 大丈夫 <laughs> こんな感じかなあでも、ね、ここに全部ありそうですねい結構広いのか。 これは警備員のお仕事なの <laughs> なかなかの自由労働ですよね。とりあえずやっていこう。ああ、いけたいけた。あとはガスボトル、あの、ブルドーザーの中にあったやつかな。この辺もなんかありそうですけどね。いやー いいなぁ。ななん何の工場だったんだろう。気になりますよね。まあいいや。ガスボトルを持っていくと。これでまず最初のお仕事はオッケーかなはい。I should go back the guard コンテナ。管理室に戻ると。 日中はまだあれだけど、夜相当怖そうですね。早くあれが、懐中電灯が欲しい戻ってきたけど。ウォッチ、カメラ。うん。ああ、なるほど。ダブルと A でカメラ動かせんのか。はい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 。ああ、これ便利ですね。なるほどなるほど。 ああ、360度見渡せんのか。んフィックスカメラどれがこ、ああ、カメラ1と4が壊れてる。ああ、カメラ1がそれか、1と4。今いるところが、あ、でも4ってすぐ横だな。 んあ、これカメラ2かんカメラ2がここあこれか1と4ですよねカメラ5っていうのもあんだなそこかカメラ1ああこれでついたかな 治った <laughs> オンオフすればいいのかなああ、治りましたね。あとはカメラ4。カメラ4が、こっから正面のところか。夜とか、嫌ですよね。壊れた。いやーでもなんかこう、不良の溜まり場になってそうですね。うん、気的に。ああ、なるほど。工場の方映してんのか。 カメラ4。はい。オンオフすると、治るのか。あー、これでまた監視カメラを見ろと。うーん。ま、でも警備員の仕事だから基本はこんな感じなのかな。はいはいはい。あー、いいですね。あー、誰かいる。誰誰この人 カメラ用に誰か映ってるんですけど。なんか強そうですね。あんま関わりたくないんですけど。<laughs> あ、まっ、あ、すぐこっち向かってきてる何やってんのこれズームとかできないんですね。えー、そこ入ろう、入ってく。何にしようとしてんだろう。一人だけ切り替え。 これは、カメラ1かあー、ゲートのところ。これで、管理事務所ですよね。カメラ2。あそこの建物内入ってきましたよね。あー、カメラさん結構引いてるから全体が、把握できるな。これいいですね。えー、さっきの人はどこ行っちゃったんだろう。 消えた。見に行った方がいいのかなそこもなんかゲートになってんですよね。ちょっと見に行ってみるか。人が消えた建物行ってみましょう。時間は変わらないな。うーん。 んメイクはサイトインスペクション。どういうことださっき人がいたところを調べればいいのかなこのあたり消え、ここですよねフラッシュライト持ってないのいる誰か。 暗くて何も見えないなあーこれ抜けられるようになってるあーこのまま工場の方行けるんだうわーそれ不気味ですね中まで入れそうそのまま ここら辺から来てましたよね。ああ、なんかある。誰かいたのか。怖いなー。誰か住んでんのか、ここ。こ <laughs> んな感じですよね。ああ、なんか、この辺りを回っていけばいいのか。いろいろ調査しろってことかな。メーターがちょっと上がってきてますね。 こういう場所を隅々まで探せってことかなあ、明かりがついてる。わ。かなり暗いっすね。どうこう調べればいいんだ だいぶ広いですね。ああ、上がってる。やっぱこう、いろいろと見ろってことだ。いやあ、夜相当怖いでしょ、これ <laughs>。いや、作り込みすごいですね、工場の。 あ、そっち側もなんかの建物なのか。ああ、どんどん上がってますね。ここら辺を探索しろってことなんだ。このカメラとかも起動できるのか。ああ、なんか靴がかけてある。やばそうですね。あ、でもこのカメラは電源ないですね。いや、誰かいそうで怖い。 人が一番怖いですよね。うわあ。ええー。あ、びっくりした。ははははは何やってんの？本当にびっくりした。<laughs> えー？これさっき映ってた人？ああ、ここら辺にいたんだ。いやあ、ガチビビりだな。はははは突然来た。 これなんか、選択肢もあるのか。エンディングは2つあるみたいなんですよね。ストアページ情報によると。まあいいや。ちょっと英語なんでなんとなくでやっていきましょうか。ここら辺は。あー、心臓に悪いな、この人。めちゃくちゃ移動早かったですよね。なるほど。ここで住んでた人が、フリッツさんって人か。フリッツさんって人が、この、廃墟の工場で、 生活してるっぽいですねこれは誰 <laughs> 同僚とかじゃないですよね。怖すぎた。あ、いなくなった。いやもうほんと、突然出てくるのやめてほしいですね。いきましょう。ここうわあ煙突すごいな。でかっ。ほんと、何の工場だったんだろう。 なんか夜、見回りするんだったら、懐中電灯必須だと思うんですけど、ないのえー、ここ入んのまた急に出てきそうで嫌だな。あーあ、びっくりした !G でピックアップ。携帯ですね。あ、ボスからだ。何も起きなかったかって言ってる。椅子とニュースペーパー、椅子に座ってさっきのあの、新聞とか、 見てろって言ってんだ。ここで座れと。わー、リアル。<laughs> めちゃくちゃリアルなんですよね。ほんと実写みたい。ああ、ベルリンニュース。えー、新聞ですね。あ、終わった ああ、誰プリッツさんこれが。何これ何これえー、こっち来るけど。どういうこと夜前ずっとそこに座ってんの <laughs> ああ、夜になった。夜前ずっとここにいたんだ。ああ。 あ、ちょっと寝ちゃったのか。<laughs> あんなところでよく眠れますね。フリッツさんが近くまで来てたかもしれないの、ね、に。どうすんのいや懐中電灯ないと。いや、ほんともう突然出てくるのやめてほしいな。わっ。よっ、夜ダメでしょ、これ。持ってないですよね、フラッシュライト。 雰囲気すごいな。ああ、でも一応そのカメラのところは街灯があって、若干明るいのか。とりあえずオフィス戻った方がいい感じですよね。さっき監視カメラに映ってた人は、もうどっか行っちゃったのか。いや、絶対出てくるでしょ、これ。いやー、不気味すぎる。 あー、誰か人影見えませんボスかな <laughs> ボスっぽくないですか腕組みして待ってる。あー、ボスっぽいな。あ、トークウィズボス。怖そう。<laughs> ボス怖そう。<laughs> はい、うん。ちょっと寝ちゃいました。<laughs> 正直ですね。<laughs> 怒られそう。あー。あー 何か起きなかったか。ああ、なんか子供たちいましたよね。あと謎のスキンヘッドの人。ああ、フリッツさんですよね。フリッツさん。危険人物ではないのか。でも警察には通報してる的なこと言ってますね。解体作業が終わるまで一応警備してるってことですよね。 また明日来てくれって言ってる。あ、今日は終わりなんだ。あ、よかったよかった。じゃあ帰ります、ボス。ボス怖そう。優しかったな、居 <laughs> 眠りしてたのに。<laughs> んあ、これもう翌日になったのか。あ、だだだだだよ。だん誰 ちょ,ちょっとこれで見た方がいいんじゃないですか誰か来てる。ボスかなあー、いますね。今、ドアノックした人これ、ボスの感じではないですね。ボスではないぞ、それ。あ、入ってるけど。 開いてるのいないどこ行ったもううわなんでフラッシュライト持ってなんかどんどん言ってるけどフラッシュライト持ってった方がいいでしょフリッツさんかなやっぱりなんかどんどん言ってる カメラ1かな何そのあたりですね。怒ってる怖 <laughs> 懐中電灯思ってないのもう夜なのに。とりあえず行ってみましょうか。このあたりそのあたりからたたくこと。あ、これ びっくりしたない,ないこれないこれフリッツさんあ違うが出てきた腰が抜けるってさ <laughs> やばいやばい戻るかなないない,ないこれないこれあ悪夢か今のは <laughs> 夢か腰が抜けるかと思った うん。まあー、悪夢を見てたみたいですね。よかった、よかった。ああ、よく寝るな、この主人公は。<laughs> ああ、すごいいい家に住んでる。なんかほんと麗ですね。はあ、はあ、ははあ、あ。めちゃくちゃいい家だな。この家いいですね。おしゃれ。 えー、あ、マグカップ。あ、コーヒーか。川。おー、いいところ。いや、綺麗ですね。いいなーこういうとこ住みたいですね。あー、あ、朝ごはんか。なんだろ。う、サンドイッチかな。なにこれ。川川ってなにこれ。 この主人公の名前テレビとかつくのテレビだいぶレトロ <laughs>。相当レトロですね。あー、これ拭くか。えー、他にもいろいろありそうだな。懐中電灯はないのかなあ、デスクランプ。あ、開くんだ。うわー。 バスという洗面台汚いなあ。鍵ありますね。あ、車で通勤してるんだ。トイレはすごい綺麗。汚い。洗面台がめちゃくちゃ汚い。<laughs> こんなもんかな。朝の準備をして、出発ってことですよね。あ、それ鳴らしちゃうのか。あー、スイッチもあると。はい。誰もいないですよね。さすがに。 あ、ちゃんと降りてんのすごいすごい。何回ここ開かないか <laughs>。いやこれ、毎日登り降りするの大変だな、この物件は <laughs>。うーん、暗くて見えない。これライトこれ一回 どっか出るのこっち側かはいはいはいいいですねおおどの車だろうマイカーはどれこれあこれみたいですね出勤しましょう